まあ本日はですね、コーラフラペチーノ買いに行こうかなと思いやす。今日飲んだ？早くない？なんで朝行かなかったの？朝ね、起きれなかったね。びっくりした。俺ん家の近くのスターバックス何時から開いてんだろうなと思ったら7時からだったんだね。最速レビューを本気で狙ってたら、朝の7時に行って買って飲むみたいな感じでしょ。俺今日起きたのね、11時です。ただのコーラ、もうちょっとやめて、そのコーラのかき氷。いやでも、スタバでね、コーラフラペチーノっていうのが出たらしいんですよ。知らない人のために言うと、ちょっと味が気になるので飲もうかなと思うんですけど、まあうまいのかうまくないのかって言われたら結構ね、まあ今ネット上の情報とか見るし、あとコメント見る限りあんまり美味しくない可能性の方が高いんですけど、まああれなんかそのプリン系なかったっけ、スタバって。あれめちゃくちゃうまかったよね。コーラどうなんだ、まずいのか。まあということで行ってみよう。新作のコーラなんてね、なかなかそのまずくてもうまくても思い出に残るだけだから。あれ美味しかったよね。あれまずかったよねっていう。まずくはない。あれでしょ、なんかさ、その、駄菓子屋さんに売ってある、なんかコーラのラムネみたいなやつあるやん。そういう系の味なんでしょ。コーラ苦手。俺コーラ結構、いや、まずそうじゃね。いや、なんか、すごく気になるのよ。コーラフラペチーノって。どちらかというとまずそうなんじゃないかなっていう。あ、コーラフラペチーノの氷少なめで、はい、氷少なめにするとちょっと出来高がカップの上までいかなくなっちゃうかもしれない。あ、大丈夫です。はい。今日は最初バーから。あ、そう。分かんなかった。何で言ってるのか分かんなかった。アイス笑い。完全なるアイス笑い。あ、はい。はい。結構あるの。あ、初めてです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、めっちゃクリーム多くない？すげえクリームあるやん。おお、これさ、俺何も書かれてないんだけど、毎回なんか書かれてるのかな。今日スターバックス新作ん？俺人生で初めて書かれたかもしんない。なんでこんな右下に書いたんだろう。ハブはグッドで。今日もう終わるけど、あと何分？あと1時間5分しかない。ハブはグッドで。ハブはグッドで。嬉しいよ。あの女の子書いてくれたの？マジ？テンション上がるわ。女子の手紙。違うから、あの女の子が書いてたから。見たから。違う、書いてた。見た。書いてた。書いてました。俺は見た。配信には映ってないけど。見たから、書いてたから。だ、これ手書きでしょ？これ手書きの文書体じゃないの？これ。絶対手書きやん、これ。なんかだってさ、ここになんかあるよ、これ。マジで手書きだよ。本当にちょっと待って、もう一回見せるわ。これ絶対手書きだよね。これ手書きじゃない？これ 100% 手書きだと思うんだよな。溶けるぞ。でもちょっと待って。あ、こっちの、ちょっと待って、画質がいい。あれ、めちゃくちゃ近づいたら画質良くない？あ、これ。いけ、画質。おい、ピント。にほら、これ絶対手書きでしょ、この。手書きフォントって何？認めろって。手書きってこと。ほら、手書き、これ完全手書きでしょ。すごい。ハブのさ、H の下になんか飛行機みたいなのあるやん。これ絶対手書きでしょ？手書きフォントって何？違うから。違う。手書きだよ。女子からの手紙を妬んでんだろうな。おそらく。なんかこれさ、これカップ捨てないかもしんない。俺もしかしたら。赤いの、これサクランボですね。サクランボ。これさ、コーラの上に、何があんだこれ、シャーベット？なんかさ、氷少なめでお願いしますって言ったらさ、あ、氷少なめだと、ちょっとこれがちょっと減っちゃうかもしんないんで大丈夫ですかって言われたんだけど、普通にあるよな、たくさん。シュワシュワ感。炭酸は入ってないらしいけどね。ちょっとね、飲もうかなと思います。コーラフラペチーノ。いただきます。酸っぱい。ああ、これ、駄菓子屋さんの、でもそうなんだよね。なんか駄菓子屋さんの、なんかコーラのラムネみたいな、なんかあるじゃん。コーラ。あれ、味はそっち路線だよ。なんか確かに、炭酸は入れません。炭酸入れてもよかったんじゃないの？あのさ、マクドナルドのマックフィズみたいなやつってさ、なんか、なんとかフィズみたいな。あれって炭酸入ってない？これね、これリピーター増えるかもしんない。あのね、多分、日本人の 30% には突き刺さる味。あのね、めちゃくちゃうまいと思う。なんかね、トゲのある砂糖みたいな。べっこ飴？ん？調べたら1回でいいって人、多数だったよ。
3割、そう、7割じゃない？それ。7割の意見じゃない？それ。確かにそれ、パーって見て、10人中7人ぐらい言ってない？で、3割ぐらい、めちゃくちゃうまいみたいな。あ、ちょっと甘すぎるかもしんない。いや、俺はね、ちょっと甘いね。これ喉が痛くなる。上のクリーム、ちょっと吸ったんだけど、これ多分混ぜる用だと思う。クリーム単体はちょっと、味がね、あるのかないのかわからない。これ混ぜる用じゃない？クリーム単体。桜もちょっと回収する。なんかちょっと違うね。多分コーラと混ぜ合わせてくださいね。そう、コーラフロート系の。そうだと思う。だからちょっとコーラと混ぜるんだと、あのね、喉が痛いから、ちょっとクリームで溶かす系だと思うな。だから多分、一番底を飲むよりかは、真ん中とか中枢を飲んだ方がいい感じする。あ、あのね、真ん中飲むべき。ここら辺。真ん中。真ん中めちゃくちゃうまい。コーラよりミルクコーヒーの方が美味しい。それさ、今日はさ、もう一個出たやつ？もうなんか二つ出たよね？ちょっとスマホ。ミルクみたいな。あっちの方が美味しそう。でもさ、話題性はこっちよね。ミルクみたいなね。どんな味するんだろうって、ちょっと気になるのはこっちよな。あー。やっぱね、混ぜ合わせた方がうまいわ。俺的に5段階中、3.6。そう、あのね、変わり種目はいいと思うよ。竹自分で作る。これ作れる？これ。3.6 ぐらいかな。え、これ絶対手書きだと思うんだけど、違うかなこれ。手書きだよね。スタバでハブはグッドデーって調べていい？これと全く同じ人いるのかな？え、同じ人いるんだけど、どうしよう。え、ちょっと待って。俺のと違くない？違くないか？え、ショックすぎる。ちょっと待って、ショックすぎるな。え、このさ、H の下にさ、なんかあんのよ。チョコみたいな。星マークみたいな。これ絶対手書きやんと思ったんだけど。俺さ、手書きで書かれたことがないんだけど。え、これさ、店内だから書かれてもらってるのみんな。今忙しいですか？なんかここに書いてもらっても大丈夫ですか？あ、じゃあ会話をすればいいの？すいません。コーラフラペチーノ一つ。お願いします。いやー、今日ちょっと寒いっすね。いやー、自分ちょっと半袖で来ちゃったんですけど、寒いなー。半袖で来たんすよ。はい。カブトムシを捕まえに来たんすけど、ちょっとまだいなかったっす。とか言ったら、カブトムシの落書き返してくれてさ、カブトムシ、ここにいましたよ、みたいな。えぇーみたいな。感じなんのかな？何かを探してここに来ましたみたいな。家の鍵なくしちゃったんですよ。つったら鍵の絵とか描いてくんのかな？話しかけやすいような格好で行こう。次、タンクトップで行くか。駄菓子屋さんに売ってるコーラの味です。あ、俺さっき謎な会話があって、なんかこれもらった時にさ、配信で聞こえたのかどうかわかんないんだけど、この新作初めてですかって聞かれて、俺、はい、つったんだけど、いや、初めて決まってるじゃんって思ったんだけど、それ、どういうことで、はい、初めてですって言っちゃったんだけど。あ、初めてです。あの女の子ってまさか俺と話したかったのかな？そっちまさかの。いや、だっていきなりさ、普通言わなくない？この新作のコーラフラペチーノ。この新作初めてですかって聞かれたんだよ。この新作初めてっておかしくない？おかしいでしょ。新作初めてっておかしいでしょ。いや、新作初めてでしょ。話すことがなかったんだ。話すことなかったら話さなくない？話す？俺、スマホに向かいながらボソボソ喋ってたから気持ち悪かったんかな。あれ、俺のかなとか言ってたらワクワクしてと思われたんじゃん。あれか、俺の。確かに。確かに。あの子がさ、なんか作ってる時にさ、あれ、俺のかな言ってた。確かに。意外と聞こえるよね。あれ俺のかな？素手でスマホで。自分が作、確かにこれ作ってる時にさ、お客さんがさ、スマホ向けてさ、あれ俺のかな？お、なんか、クリームいっぱいあるわ。みたいな。やってる時に。あー、キモいのかもしんない。もしかしたら。うわー、気づかなかったな。そこ盲点すぎるわ。そっか、自分って客観的に見えないんだね。